張り詰めたー。弓の王。霊夢、一体何を歌ってるんだぜ。ご近所様に丸聞こえなんだぜ。久々に、もののけ姫を見たらハマっちゃったのよね。主題歌やらグッズやら集めたいと思っちゃったわ。ああ。アシタカ様。霊夢、そんなに惹かれているなら、もののけ姫の森のモデルになったとも言える屋久島に行ってくるといいんだぜ。屋久島って1993年に、白神山地、法隆寺地域の仏教建造物、姫路城、とともに日本初の世界遺産四天王として登録されたのよね。でもなんとなく自然遺産って紹介が難しそうで躊躇してたのよね。四天王かどうかはわからないけど、屋久島は、日本の世界自然遺産の中で間違いなく、唯一無二の存在と呼べる点があるんだぜ。今回は、そんな屋久島の世界遺産登録までの経緯と特徴を紹介していくんだぜ。まずは概要から。屋久島は、鹿児島県の大隅半島佐多岬から南南西約 60km の海上に位置する島で、面積 504.29 平方キロメートル、周囲 130km で、円形に近い五角形をしているんだぜ。淡路島よりやや小さいくらいの大きさなのよね。全島が屋久島町の町域で、人口は1万2000人くらいよ。1960年代には2万4000人くらいが住んでいたそうなんだけど、これも時代の流れかしらね。島の 90% が森林で、島の中央部には九州最高峰の山、標高1936メートルの宮之浦岳があるんだぜ。西日本ってそんなに高い山がないんだけど、高さ1位が愛媛の石月山、2位が徳島の剣山、そして3位がこの屋久島なのよね。本島よりも離島の方が高い山が多いってのも面白いわね。中央部の1800メートル以上の山を、奥岳、その周辺部の海岸から見える山を、前岳と称しているようで、奥岳の宮之浦岳、永田岳、栗尾岳とで、屋久島山岳と呼ばれているそうなんだぜ。奥岳は、海岸部の人里から見ても永田岳以外は見えないそうよ。ほんと、秘境って感じよね。長年、宮之浦岳の標高は1935メートルとされ、いつも曇って見えんでござると覚えられてきたそうなんだぜ。でも2001年に国土地理院が標高を測量した結果、1936メートルに改められたそうだぜ。覚えやすいからそのままでよかったのにね。でも、奥岳は未開の地だそうだから調査する人も大変よね。この島ってガイドがいないと遭難する人もいるみたいだし、特に中央山岳部は1550万年前にできた花崗岩が隆起していて、激しい雨による浸食の結果ろうそく岩のような岩塔が林立するのよね。山の中の迷宮って感じだわ。屋久島の山間部の年間降水量は1万ミリメートルを超えると推測されており、宮之浦岳を含む屋久島を流れる河川は、1985年屋久島宮之浦岳流水として、名水百選に選定されているんだぜ。雨が多いのは、海からの湿った風が高い山にぶつかっているからだそうね。山頂付近の年間平均気温は約6から7度で積雪が確認できる最南端とされていて、こういった条件から、豊富な流水や湧水に恵まれているそうよ。小説家の林芙美子さんは、一月に35日雨が降ると屋久島を表現したことで有名よね。でも、その雨が屋久島の美しい森を育てているのも事実よ。こういった特異な気候、地形、など、いろいろな要素が合わさって世界的にも珍しい自然を形成していったわけなんだぜ。あと、その自然の中で生まれた植物も大きな特徴よ。温帯最南部のほぼは熱帯に属する地域にありながら、2000メートル近い山々があるため、亜熱帯から亜寒帯に及ぶ多様な植物層が確認されているのよね。そうなんだぜ。低地は、亜高、ガジュマルなど亜熱帯性の植物層、やや内陸の標高約500メートルまでは、シイ、ウラジロガシなど暖帯林、島の中心の高地は、ヤクスギ、ヤマグルマ及びモミなどの温帯林、1600メートル以上になると、笹に覆われ、高山的様相となるんだ。島の地形の特徴がそれぞれ異なるので、いろんな植物が混在しているんだぜ。
本州や四国などで落葉紅葉樹林帯に相当するブナ林はなく、代わりに屋久杉が分布していることも特徴よ。同時に登録された白神山地が世界遺産になった理由が、ブナの集団原生林が存在していることが世界的に珍しいということであったのと対照的よね。確かに、ブナの白神山地、杉の屋久島、といった感じなんだぜ。あと野生哺乳類はあまり多くの種類は生息してないんだけど、東北部の長田浜は世界有数の赤ウミガメの産卵地であり、ラムサール条約登録湿地となっているんだぜ。ちなみに、他にもこのような有名なスポットが存在するわ。縄文杉、弥生杉、紀元杉、大王杉、ウィルソン株、白谷雲水峡、千尋の滝、トローキの滝、大子の滝。縄文杉は言わずもがな、推定樹齢6000年以上であるとされる最大の屋久杉で、当時の環境庁の環境週刊ポスターで7200歳ですと紹介されたことで全国的に有名になったんだぜ。放射性炭素年代測定法でも、推定樹齢約2000年以上であることが確認されているそうよ。このなんちゃら測定法については、他のゆっくり解説の方で詳しく説明されているわ。ちなみに、現在までに確認された最古の木は、大王杉で樹齢3000年以上とされているそうよ。あと有名なウィルソン株っていうのは、屋久杉の切り株なんだぜ。もともとは、1586年天正14年、牧村の五郎七が足場を組み、豊臣秀吉の命令により大阪城築城京都の方向寺建立友のために切られたということなんだぜ。江戸時代からも屋久杉はいろんな建物のために伐採されていたのね。ハーバード大学樹木園のための収集に日本を訪れたイギリス人の植物学者、アーネスト・ヘンリー・ウィルソン博士により調査され、ソメイヨシノなど多くの桜などの収集とともに、大正時代に西洋文化圏に紹介され、後年この株の名前の由来となったんだぜ。切り株の中は空洞になっていて、泉や祠があるそうよ。日本で中に入れるくらいの切り株なんて、なかなかないはずだから興味深いわ。それから、白谷雲水峡、宮の浦川の支流、白谷川の上流にある面積 423.73 ヘクタールの自然丘陵林なんだぜ。宮崎駿監督が何度も足を運び、映画、もののけ姫の森のイメージを作り上げたそうなんだ。入林協力金として500円が必要だそうよ。私はファンだから500万くらい払っても平気だけどね。大口叩いて霊夢は結局1円も出さなさそうなんだぜ。ちなみに、ここは世界遺産の構成要素には入ってないみたいなんだぜ。おそらく、培養林ってことや、中心部から少し離れているからと思われるんだぜ。ところで、世界遺産としての登録理由はどんなものなのかしら。1993年の登録当時、ユネスコ世界遺産センターのドロステ所長は、自然遺産としての屋久島の価値は、多くの人たちが暮らしていながら、優れた自然が残されていることにある、と語っていたそうなんだぜ。そして、世界遺産登録基準は自然遺産に該当する条件7から10のうち、屋久島に適用されたのは次の通り。7、ひときわ優れた自然美及び美的な重要性を持つ最高の自然現象または地域を含むもの。9、陸上、淡水、沿岸及び海洋生態系と動植物群衆の進化と発達において進行しつつある重要な生態学的、生物学的プロセスを示す顕著な見本であるもの。自然遺産の登録基準は要約すると7、自然美、8、地質地理的特徴、9、生態系、10、生物多様性となるわけだけど、7、ひときわ優れた自然美が日本の世界遺産で適用されているのは屋久島だけよ。つまり、屋久島は、日本で最も美しい自然現象を有した遺産ということになるわね。この動画の冒頭で言ってた唯一無二の点とは、このことなんだぜ。確かに、縄文杉なんかは、人工では決して作り出せない美しさだもの。特別名勝として登録された美しい自然景観はたくさんあるけど、屋久島は見た目の美しさだけじゃない、縄文時代からの日本の生き字引というか、内面の美しさも備えている気がするわ。9、生態系についても、
動植物の進化の過程を表すという条件なので、塔という閉鎖性ゆえに外部から影響を受けることなく守られてきた原生林の進化過程が評価されたと思われるんだぜ。これからもその自然が守られていってほしいものね。ところが、その点で心配なニュースが先月飛び込んできたんだぜ。小泉環境省国立公園にもっと人を観光促進へ農水省と連携。小泉環境省は国立公園にはもっと多くの人を呼び込める可能性がある。できるだけ早期にトップ25入りしたいと強調した。え？ほとんど人が入らず道もない自然遺産の最深部を巡るツアー？ふざけるんじゃないわよ。世界自然遺産のコアゾーンに足を踏み入れることができるようにですって？こんなことしたら、せっかくの手つかずの自然が台無しじゃないの。ただでさえ世界遺産登録後、観光客が増えてゴミや糞尿の問題も発生しているのに。このままじゃ小泉環境省は環境破壊大臣になってしまうんだぜ。屋久島と彼の名誉を守るためにも、しっかりと選挙に行きましょうなんだぜ。神奈川11区の皆様、屋久島を守ってください。それではご視聴、ありがとうございました。